皆さんこんにちは。今日は名鉄の名古屋駅にやってきました。今ね、中部国際空港行きのセントレアが出て行ったところですね。カーブを描いてこの名鉄名古屋駅を出て行きますが、今日はねちょっと時間があるんで名鉄名古屋駅の紹介でもしてみようかなというふうに思います。名鉄名古屋駅は全部でホームが4つありまして、あちらから1番で、ここは2番で、ここは3番、こっちが4番というふうになっております。で今ね、1番線から、さっき乗ろうかなと思ってた電車ではあったんですけれども、電車が発車していきました。でさっきね、本当にセントレア行きの電車が出たと思ったら、また電車が新しくやってきましたよ。あれはねちょっと編成が短いようで、あで次はまたあっちからやってきたよ。へえ、いや本当にね、やってきたり出て行ったり、またまた面白いものがやってきましたよ。これはあれですね、一部特急電車、指定席がついているような電車でございますね。一応快速特急という種別でございまして、指定席券払えば座ることもできるよという感じでございます。でこの名鉄名古屋駅の運用はとても面白くて、降りるホームと乗るホームが全く別になってるんですね。で特急とかの人はこの2番線3番線ホームから乗ることになります。普通列車はね1番線から乗って、この2番線から基本的に降りるんですよ。2番線の人がみんな降りていったら1番線からこう人が乗っていく、そんな感じの運用になってるんですね。でそしてこっちが発車していくと、こっちが到着したからあっちが発車できるんですかね。ちょっとそこら辺の細かい運用みたいなところは私は存じ上げませんけれども、真っ赤な電車、これ多分名鉄の中でも相当古いやつなのかな。結構正面とか見ても色がくすんであったりしてですね、そういうことなのかなというふうに感じられますね。で、あの電車は出発していくわけですね。でそしたら次の電車が多分結構すぐ来るんじゃないかな。ちょっとここで待ってみましょう。というかあれは電車のライトじゃないかな。あれ電車のライトじゃない、あれ電車のライトか、あれ電車のライトだ。ほらちょっとね、出て行ったの見えたでしょ。出て行ったの見えて、もうここにはもう線路にねこの先頭のライト、それが反射してるんですよ。また入ってくる。お、さっきと同じようなやつですね。この名鉄名古屋駅ね、ホームがこんな風にカーブしてるんですが、この上に近鉄とかね、いろんなJR とかいろいろ走ってるんで、用地を獲得するのなかなか難しかったらしいんですね。そのためこのような運用になっていると。ちょっとこっち見てみましょうね。ほらこっちから降りるでしょ。で乗る人はまだずっと待ってますよね、あの1番線ホームで。ここで人々は降りてくるわけです。あこれ違うわ、あの特急だから別に関係ないわ。おと思ったらこっちから電車を発車していく。自分の吹き込みの間違いを訂正する間もなくですね、電車が発車していってしまうと、そんな風な特殊な駅なんですね。でなんか本当にめちゃめちゃ混んでいるらしくて、この駅っていうのは混んでるっていうのは人も混雑しているんですが、このちょっと線路を見てもらいますと、名古屋駅にしては線路が2線しかないんですよね。でこれで朝ラッシュの時間帯とかは本当に2分に1本ぐらいの運用で調整しているらしく、それはそれは大変な駅ですよね、というふうに話をしていたら、また電車がやってきました。ほう、あこれは普通列車だからあれですね、この3番線ホームから乗客がみんな降りて、で降りた後にほらほらほらこっちから人が乗っていくでしょ。そういう風な運用をしてですね、この辺の混雑が生まれないようにしてるんですね。同じドアから降りてっちゃったらね、本当に人が混雑して大変なことになりますから。ということで、こっちからも電車がやってきました。おーなんだなんだなんだ。これは一応普通の電車なんで、多分2番線から降りて1番線から乗っていくんでしょうね。さっきからずっと特急ばっかりやってきたんで、同じホームから乗り降りしておりました。これは違うはずです。ちょっと見てみましょう。乗車側の人みんな電車の方に寄ってってますね。編成が短いことに気づかずおじさんはそこにずっと座っておりましたが、8まで行かなきゃならないのかと言って走っていきました。ほら人が乗っていきます。いやなかなか面白い風景だ。で到着した電車を紹介している間にまたこっちが発車していくと。いやなかなか面白い。本当はね今日犬山の方まで行く予定だったんですが、名鉄名古屋駅が面白くてなかなか離れられません。
あれなんかレアな電車なのかな、みんな写真撮ってる。ちょっとなんか名鉄の電車とか、まあ、普通にあんま詳しくないんですが、一体どうなんでしょうかね。まあ、これ消火器全然関係ないと思いますけど、消火器のボディが赤も入ってるんですか、銀色なんてあるんですね。この家とかにあるやつはね全部真っ赤なんで、まあ、そういったもんだと思ってましたが、名鉄だけちょっと違うカスタマイズで作ってるのかな、なんかこだわりがあるんでしょうかね、電車のボディの色みたいな。また違う電車がやってきましたよ。本当に1時間に何本出入りするんだって話ですよね。名古屋駅は名駅と呼ばれるんですが、ちょっと漢字をもじってですね、迷う駅と書いて名駅と呼ばれることもあります。もうこんな風に特急が止まってますが、面白いポイントはこれですよね。これあとホーム上に滑り台があります。これ滑り台、まあ滑り台なんですが、人が滑り用の滑り台ではありません。まあ、夜とかね朝とかね、新聞をこれ積み込むために、まあこういった滑り台があるらしいですね。へえ。まもなくドアが閉まります。前の方に線路内奥へとお進みください。閉ざされているようで光は全く見えませんね。新聞がこう何冊も束になって降りてくる、まあ、そういった様子撮られたら結構面白そうですよね。お、特急がまた発車していきます。結構ね特急今満席みたいですよ。自由席ご覧いただいて分かるように、自由あの本当に立ち席がね、立ち席がいっぱいいますよ。あんまりズームアップすると人の顔が映っちゃうんで、あそこ DJ ブースと呼ばれるところですね。あ、本当にね発着のやつが多かったりとか、もう線が混雑したりするんで、もう自動放送というのは全くできないみたいですね。なのであそこで本当に人がいろいろ紙を見たりしてアナウンスしてる、まあ、そういったことを運用してるみたいですね。いや本当に工夫されてますよ、名鉄の安全な運転っていうのは。停車位置もね、種別とか量によってこんな風にちょびちょび変えられてるらしいんですが、こんぐらいずれても気づかないよな。まあ本当にビビたる差ですよ。でこれ本当にね、まあ1日400本とか電車来るわけですけれども、まあ、そんなんね、アナウンスするやつ間違えたら全く方面違う方に行っちゃう可能性もありますから、やっぱりね集中力が試されると思いますよ。変なクレーマーとかもいるでしょうしね。お、セントラルやってきましたね。これ一回紹介したことありますよね。振り公式ではないんですが、車体を傾けて走ることでカーブも難なく高速で通過できる、最高速度120キロが出せる中部国際行きの特急行きでございます。